はい、しおみんです。ですね、今日はどこに来てるかと言いますと、ここ東京の、日本橋ですね、日本橋の方に来ております。後ろに見えるのが、先ほどピックアップしてきました、新しい自転車です。ヤフオクで、落とした自転車です。でですね、この自転車とともに1号線を端から端まで、自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走破する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる。雨の日はお休みのすると言ってですね、雨の日をお休みしようと思うとですね、いきなりですね、東京雨になっております。今日だけはですね、まあとりあえず行きたいと思います。もうすぐ上がると思いますし、そんなに、ザザ降りではない小雨程度なので、結構していきたいと思います。はい、Google 先生に言わせると、今大阪まで、東京から日本橋から大阪まで、510キロ出てました。ここになんかすごい東京市道路眼標っていうんですかね、なんかありますけど、ここを見ると大阪市まで550メートルみたいな形で、キロっていう形で出ております。わかりませんが、とりあえずですね、ぼちぼち進んでいきたいと思います。それではよろしくお願いします。冷たい雨が、はい、はい、初日いきなりですね、やっぱり雨やったんで、カッパ着る着ていこうと思ってます。もうすぐ止むと思うんですが、あと 1,2 時間は続くか分かりませんということでですね、風もきつそうですね、今日なんかちょっとした嵐みたいになってますが、はい、まだ1キロも走ってません。まだ日本橋でございますということでですね、先急ぎたいと思います。いきなり試練ですな、これは。まだ京橋でございます。まあ、あの走り出して1時間も経ってない、1キロも経ってないって感じですね。とりあえずこの子、カメラが防水であってよかったですね。やっぱり防水じゃなかったらこの時にカメラ出せないですが、防水でよかったと思います。とりあえずですね、1号線を走っていきます。実はこれ、そのまま品川に行った方が横浜近いんですが、なぜか今回1号線を走るということで、五反田抜けていきますという感じでございます。それではまた動画回します。はい、銀座ですね。人通りやっぱ少ない感じですね。はい、よいしょ。これ分岐のところ書いてあるんかな、1号線分岐のところ、ちょっとよくわかりませんが、はい、銀座の街を走っております。はい、まっすぐ来てるとですね、このまま15号線で行きそうになってます。一回戻ります。はい、銀座4丁目の交差点まで戻ります。なんかドラドラってきてるみたいな。よっしゃ、
銀座4丁目の交差点まで引き返してきました。多分ここをこっちから行くと下に曲がって行かなきゃいけないんだったと思います。左に曲がります。ここからですね、桜田門のところから入ってですね、五反田抜けていくというようなルートになります。雨も止みません。泣きそうです。では、いいそうですね。懐かしい。日本橋から3キロ、あと507キロぐらいですかね。はい、神谷町の交差点でございます。昔あのセブンのあそこの横あたりにですね、うちの事務所があったこともありました。東京タワーでございます。はい、はい、声が聞きにくいですが、慶応大学前門は知ってる時よりも随分綺麗になったなと言っております。昨日の本店も見えますね。昨日の本店は最高のものだな。見たら見えますね。下がる。寒いですね、これ。雨がですね、ちょっと雪っぽくなってきましたよ、これ。いや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 、今日どこまで行けるんでしょうかね。最低でもまあ横浜ですかね、という感じでございます。とりあえず今日は雨なんで行けるとこまで行くという感じで頑張ってみたいと思います。まあ、まだ日程があるんでですね、どこかでリカバリーできるんじゃないかと思ってます。これ吐く息が白いです。ということで横浜まであと27キロ頑張っていきたいと思います。それでは。五反田の駅に出ます。やっと山手線の中から脱出です。
全然ですよ、まだ。行きますね。あらら、またあたら、雨じゃなくて見とれちゃう。もうすでに見とれちゃう、これ。いやこれって完全に雪ですよね。やべえなって感じでございます。はい、ここはあと17キロ、小田原66、静岡162。やったー、やっと玉川でー。はい、今3時58分、やっと東京脱出でーす。住んでるのあれ、あれですよね、武蔵小杉かなんかのマンションっすね。多摩川ね、見事で、ね、わー、赤赤しい。やっぱりね、ゴジラ思い出すんですよね、シンゴジラ。あのどっからゴジラ出てきたらビビるわな、トラーって思いながら。とりあえずしんどいというよりも足だけ冷たい、雨が止まない。でもまあとりあえず東京脱出しました。はい、ということで今日どうしようかな、まずも横浜ぐらいでホテル探そうかと思ってます。2日目、そうするとですね、鎌倉とか、湘南とか、やっぱりとその辺観光しながら小田原目指せるかなと思ってます。ということで1日目ゴール横浜にしました。ではあと18キロ1日目走っていきたいと思います。はい、鶴見駅ぐらいですね。今左に曲がると鶴見の駅って書いてありました。ですね、日が暮れちゃうと何かと危ないんで、できたら日が暮れる時には走らないでおこうと思っておりますので、今日横浜ですね、やっぱり。ということで横浜目指したいと思います。4時45分、東神奈川駅に到着しました。なんでそろそろホテルを決めようと思ってます。はい、横浜着いちゃいましたね。箱根市の雪とかなってました。やばいっすね、雪で。今日はホテルがあればいいですか。どうでしょう。横浜ビーチスクール。あとよくわかりませんね。はい。よいしょ。はい、まだ5時40分ぐらいですが、ですね、横浜のホテルプラムっていうところにチェックインしちゃいました。いろんなもんがびちょびちょ、もう。ということでですね、今日何キロ走ったんやろ。ど
ね。はい、ということでアプリは整ってましたね。はい、32キロぐらいの感じでございました。体はね、全然まだまだいけるんですけど、ちょっとね、精神的にいろいろものがベタベタで辛くなったので、まだ雨降ってるらしいですね。もうということでですね、なんとかして今日は終わりたいと思います。はい、明日から頑張ります。というか横浜なんでね、明日ちょっといろんなところ観光しながらですね、小田原まで進みたいと思ってます。ということで明日もよろしくお願いします。それでは。はい、おはようございます。2日目の朝になりました。晴れてて、